さて、ズッキー。はい、何ですか？続きやろう。続きやんの？え？初めからやる？地獄。ここからだよ。やばすぎる。無理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 。いや、こんな進んでますからね、もう。いや、だいぶ進んだな。うん。まだ中盤って言われたけど。ね。中盤に差し掛かったばかりですが、みたいな。お。あれと、前回って、捕まろうが、死のうが、をやったんだよね。やりました。勘吉郎がやべえ崇拝者だったってことが分かったんだよな。そうそうそう。うんうん。で、どっちからやろうかね。まあ、多分こっちの方が後っぽいな、なんか。いや俺なんかな、その捕まろうが死のうがのところで、うわタイトル回収したって思ったセリフがあったよな。え、何そんなあった？覚えてないけど。覚えてないかい。でもなんか春江さんかなんかが言ってた気がするのね。あー、そうだ、春江さんが最後にあの犯人が捕まろうが死のうがどうでもいいのよみたいな、復讐したってみたいな、そうそう言ってたの。そう言ってたから、うん、タイトル回収したって思ってた。あー、すごい、期間を開けてようやく気づいた私は。じゃあ続きやるか。あの子苦手？茂間春江。前回のあらすじ、刑事と白石家に突入して呪い殺されていた岩井勘吉郎が残していた手記を発見し、誘拐事件の全貌が明らかになった。しかしそれでは春江は満たされなかった。シギマハルエ、午後1時台。まあそんなくだらんことにな、な、息子使われてるからな。うん。だって本来だったら別にさ、その、周一くんじゃなくてもさ、成立することではあるからね。続いてのニュースです。本日昼ごろ、墨田区の白石敏子さんの自宅で、新たに男性の遺体が発見されました。あ、男だった。まさか。綺麗な声ね、あなた。遺体は白石さんと内縁の関係にあった無職、岩井勘吉郎さんと見られ、警察は本所地区を中心に発生している一連の連続開始事件と関連があるとみて調査を進めています。まだこれだけじゃ男とは分からんやろ。まあね、影だからね。また現場からは、岩井氏が昨年の男児誘拐殺害事件に関わっていたとされる証拠品も出てきており。ああ。見てられっかよって。テレビ消しちゃった。さて、マダム。迷宮入りしていた誘拐事件については、一段落ついたということで。これからの話をしようか。It's showtime. That's right. さあ。急にネイティブ。冗談きついぜ。レッツショータイムとか言うから。いつでも自分のペースを崩さない不思議な人。うん、この人苦手。ああ、なんてこった。まあもうないと思うけどね、ナメドリはね。ナメドリはさすがに、ね、そうだね。はい、じゃあまず誘拐事件のことから聞くか。公式発表があったということは、岩井の式の内容は真実性が高かったようだね。誘拐犯もその共犯の少女も死んでいるか、あとは警察が処理してくれるはずだ。終わってみればお粗末な事件。あの式がなければわからなかったのに。悪事がバレる時なんて、そんなものだよ。油断だ。まあ、あの一冊で全部バレたからな。ね、もうすごい事細かに詳しく書いちゃってたもん、あれ。わかりやすすぎ。バカで助かったな。なあ。しかし、ねじま事件などもそうだったが、こんな風に、運よく発覚した事件に触れると、その裏で、どれだけ発覚していない事件があるか分からなくてゾッとするね。そうね。怖い話。
なんか全部もね、握りつぶされてることだっていっぱいあるだろうしな。まああれやろうな、そりゃ。そう思うとなんか、まあ、分かってよかったのかな。では、誘拐事件は完了で、僕らの目的としては、蘇りの秘術に注力ってことでよろしいかな？ええ。お願い。じゃあ、残りのかしり主のこと？じゃあ、呪いの状況を確認しよう。ええ。まさか、呪いの対処で警察がしっかり動いていることは想定外だったけども。もっとも、情報が集まっているであろう。堤警部と情報交換できたのは大きかったね。せやな。だいぶ、かしり主たちの状況が分かった。私がかしり主だということは気づかれてないのよね。まあそうね、てっちゃんの前で嘘はついてないから、うん、嘘はついてないというか黙秘したんかな。そうだね、一応黙秘だし、そういえばっていうので思い出したんだけど、あれだよ、昼間のうちって確か呪いの、あの呪詛玉使えないんだよな。あー、そうか、だからあいつがあのねじまふくみちかも、ね、日没人って言ってたんか。うんうんうん、そうだから嘘自体にその呪詛玉自体が反応するのかどうかもちょっと分かんないよね。分からんな。うん、あれさっきの読んだ、喋ってませんけどごめん、飛ばしちゃった満足して、はい、エリオだけなら気づかれないと思うがあの競馬ちょっと油断できない。やばい、ログになったら荒石になっちゃうんだ、気をつけなきゃ。私が読ませていただく帰って、気づかれたら回収されるだろうから今後も注意しておこう。そうね。呪詛玉を奪うにしても貸し主であるということが必要かもしれないので、引き続きマダムには呪詛玉を持っていてもらいたいけどいいかな。ええ、目が死んでるもんな。うん、なんか呪いに取り込まれてないですか。うん、もう全てがどうでもよくなったような顔してる。うん、もちろん呪詛は使わずに。あ使いたがってる、ちょっと。わかりやすいね。わかった。手段なんか考えてる暇ないわな。うん、もしかしたらね、本当に蘇るかもしれないからね。うん、話によると、かしり主はあと3人がまだ所在不明。置いてけぼり、送り提灯、津軽の太鼓の3つだ。これらの怒りの場所にはまだ何度か足を運んでみてもいいかもしれない。なるほど。あと怪しいのは飛躍の関係者だな。そもそも黒幕の可能性も高いわけだが、こんなわかりやすく黒幕なことあるってやっぱ思っちゃうけどな。まあまだ大どんでん返しが 2,3 個待ってそうな感じはするけど。うん、あの弓岡という男、僕の知らないかしり主を把握していたりするのだろうか。弓岡のことは見張っておいてもいいかもしれないな。うん、つか今張り込むの、デビルモードって言ってた私前のパートでデビルモードきっつー弓岡が、そんなこと言ってんの。そう言ってた、あの弓岡の名前が出てこなくて、なんだっけあのデビルモードみたいな人ってそうだね、調査対象が一人だったら張り込みたいところだけど、こんな時他に調査スタッフがいればいいのに。くそ、本当に一人でやってるんだ。うん、霊祭かな。霊祭調べさせていただきます。はい、いや、こういうとこでちゃんと勉強しよう。そうだね、学んでいつでも読めるようにしておこう。あ、霊祭で合ってるっぽい。はい、霊祭の厳しいところだね。優秀なアシスタントは常時募集中だ。なんか小さい場所はとかそういうことっぽいね。はいはいはい、画面の底の君だよ。はっ、ケルベロスのことかい。
私ですか。案内人そして、ねじまふみちかもかしり主らしい。片鼻足だったか。再婚集める可能性で言ったら、最も高いだろう。そうね、大量虐殺を狙っておるわけだからね。今日の日暮れになったら、大量に呪詛を使うっていう。とはいえ、あの警部が本当に白石道夫から情報を手に入れたら、それより先に身柄を確保してしまう可能性もあるがね。でも、どうして警部に隠れ家のことを教えたの？式を見ればわかる情報だよ。それに、さすがに大量殺人と言われたら止めねばなるまいよ。ああ、なんかここはやっぱ春江さんとちょっと考えが違いそうなところだね。何人でも同じことでしょ。危険も多そうなのでね。ただ根島と警察の動向は注視しとこう。いや、こういうところら、なんかリヒタさんのさ、うまいとこだよね、かわし方がね。もう多分、ハルエさんがやばいって気づいてるやろな。うん。気づいた上で、こう、うまいことかわしていこうってしてる感じがすごい。あの子は当のあやめ、とか言う。葛飾北斎復活作戦。そうそうそう、北斎様を蘇らせるのです、の人。実は、かしり主の可能性もあるのでは？そうだね。あの後誰かから呪詛玉を奪い取っていれば可能性はある。それもあるけれど、ん？まだ確認できていない。津軽の太鼓のゆかりの地は緑町公園のあたりでしょ。確かに彼女の住むアパートの近くだね。実はもともと貸し主だったという可能性はあるね。だとしたら、とんだ食わせ物だ。探しておきたいところだね。まあ、なくはないね。うん、持ってそう。うん。まだね、だって、その津軽の太鼓については、全く出てないもんね、情報として。今まで出会ったことはないな。うんうん。ほい。怪しいのは、そんなところか。誰かと会えればいいのだけど。よしよし。で、リヒタのこと。教えて。そんな聞かないでくれ。え、カイさん。なんだい。ああ、そうだ。ついででいいのだが、ちょっと寄りたい場所があるんだけど、いいかい。あれ。個人的な要件ですまないね。ちょっと、駄菓子屋、千の屋まで。千の屋。ん？ええ。構わないけど。ほう、あ、終わった。ほう、じゃあ、移動になるのかな、これは。うんうんうん。この辺はもう別に大丈夫かな。うん。うん。考える。さて、再婚の溜まった呪詛玉を手に入れるには、どうすれば。うん。お、移動。では、行動開始といこうか。このパートはこれ以降、調査終えるコマンドを選ぶことでいつでも終了できます。そのまま次にも進めますし、このパートを途中から再開することも可能です。ほう。なるほど。まあ、まずはでも、ねえ、行ってあげようか。うん。おい。いいんじゃない？うん。せんのや。え？こんな BGM だった？でも、やっこちゃんはしてんのや。やっこちゃんはやったちゃんだもんな。周囲。公園が近くにあるので、子供たちがひっきりなしに出入りしている。下町と呼ばれるこの辺りでも、こうした駄菓子屋は少しずつ減ってきているらしい。ふんふん。なめどりないかな？あ、うん？いた。おるやん。なに？あれは？びっくりした。やはり、なめどり14、早淵佐助、
スピード自慢の切り込み隊長じゃないか。おお。そうなの？見ただけで番号まですぐ出てくるの、なんか怖い。よっぽどなオタクなんやろうな。ねえ。なめどりオタク。まあ、なめオタってところが。可愛い趣味だと思うけどね、私はこれ。うん。いい趣味やと思う。うん。自動販売機。自動販売機が並んでいる。缶ジュースが1本100円で買える。安っ。いいな。近年はジュースだけでなく、さまざまな食べ物の自動販売機も増えているらしい。お菓子とかね。お菓子とか最近なのかな。うん。あるな、なんかパンとか、ね、うん、そうそうそう。いやー、今なんて180円とかですよ。余裕でそのぐらいよな。ね。千の屋、千の屋という駄菓子屋は近所の子供たちに親しまれているようだ。近年に改修工事をしているようで、店構えは比較的新しい。他はないかな、考えるしとくか。さっき聞いた話だけど、カイさんは各地で駄菓子屋を巡るのが趣味なのだそうだ。え、そうなんだ。駄菓子屋なんてどこも似たようなものだと思っていたけど、陳列など地域で特色があるらしい。本当にただの趣味で立ち寄ることに少し面食らったけど、日々をあれだけ精力的に生きていくには、こういう癒しも必要なのだろう。まあ、好きなことで生きていくってやつやね。な。私たちもそうだからな。子供たちに混じってウキウキ気分でくじを引いている。いい大人が駄菓子屋ではしゃいでいるのはなかなか異様な光景に見えるけど。お、あ、なんか喜んでる。当たったのかな。よかった。両手掲げるぐらいからな。きたー、なめどり10、カラスマ九郎之助、こいつはニヒルな仕事人なんだぜ。そう、よっぽど嬉しいのね。やった。あー、当たってる。九郎之助か。じゃあ話すかな。話していいんじゃない。うん。おー、そうだ、マダム、もんじゃ焼きでも食べていかないかい。ありがとう。でも今はいらない。そうか、それは残念だ。限定のなめどりくじがなかなか当たらなくてね、もう少し見ていってもいいかな。実在するなめどりシールを模写したレプリカ商品なのだが、これはこれで十分な価値があるのだ。子供たちの話はここで、激レア大当たりを出したという人も。いや、一回出ちゃったらさ、もう他のとこでしか出なくねって思っちゃうけどな。ええ、どうぞ。買い占めちゃダメよ。そうか。ああ、間違った。あ、また当たってる。あ、また当たってる。ああ、待て。当たってる。激レア大当たりしてる。激レア大当たりしてるし。こいつはナンバー4、オスノクジャクソン。こいつはオスノクジャクなんだぜ。名前のセンス何？すごいな。あ、オスノクジャクソンね。うん。うん。そのまんまだけど、大当たりおめでとう。おお。わあ、派手。I love you って書いてある。すげえ。へえ、強そう。よかったね。あ、チェックついたわ。あ、行くときは行ってくれ。はいはい。あ、これで終わりね。せんのよね、イベントこれだけかい。ここでナメドリ3つももらえたんですけど。そうね、まあ用事があるって言ってたのはこの緑町公園のその、うん、塔のあやめちゃんのとこかな。まあ、あの子苦手っていうのはこの子のことだと思うんだけどね。まあ、つかめへん感じするし。うん、ずっと笑ってるからな、あの子な。ほい、カイさん、当のあやめの話になると少し緊張した様子があるのは気のせいよね。そうだ、思ったことがあってさ。はい。あのねじま事件ってさ、何年前だったっけ。いや、俺も聞いた。あれ何年前なんだったっけ。でもあれやろ、
ハレイさんが学生の時やろ。うん。何年前やっけ。ねじま事件まとめとかじゃない今の。あれあった？あった。いや、ウェイウェイウェイ。うん。20年以上前、そうだ、そうだった、そうだった。そうだな、そうなるとやっぱりこう、候補が結構いるんだよな。だから、誰やったっけ、長沢真由。そう、この人のさ、年齢がさ、27歳だったんだよ。はあ、ははあ、そう、だから27かと思って。であればなんか20年以上前って書かないかなって思ってさ、その生まれたての赤ん坊でしょ。ああ。そうだからこの人がさ、その娘説ちょっと結構濃厚かと思ってたんだけどさ、27だったら違うのかな。いや分からん。まあ候補としてね、30年前ってやったら30年前って書くから、まあそっか20年以上20後半やと思うから、うん、ほんまに赤ん坊の説はあると思うね。そっか、まあじゃあ候補としてはやっぱ長澤まゆさんと、まあ、遠野あやめさんと、まあいやー陽子ちゃんはデスオちゃんやってまあそこはねアルコール度数で例えてるからね。うん、まあこの3人ぐらいかなって感じよな、まあ、出てきる人物としては。うん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 、 OK。 そう、それがちょっと今気になって、そう全く同じ話をしてたあれ記憶失ってるわ。昨晩ここで津軽の太鼓の呪いを受けた貸し主がいるはずだ。すでに死んでる誰かかもしれないが、何か手がかりがあるといいね。あー、これは同じか。うん。周囲のどかな昼下がりに公園でくつろいでいる人たちを見ていると、この近辺で陰惨な呪い合いが行われていることなど忘れてしまいそうになる。あ、いるやん。おるしめちゃめちゃいたわ。なめどりは、なめどりはいないか。うん、もうこれ見よがしにいるし。おや、あそこにいる女性は、やはり遠野あやめ嬢だ。どうも何かから身を潜めているような感じだけど。黙って見ておくにしたら、まあ多分そのままスンって終わるんだと思うんだけど。一旦ちょっと黙ってみておく。今変に声をかけると逃げられるかもしれない。少し様子を見てみよう。お、いや変わらんよね。はい。うん、特に動きはなさそうだね。よし行ってくる。食い気味に。あ、行った。どうやって話しかけるつもりなのだろう。へい、彼女、なめどり知ってる？俺。あ、出た。まさか後ろから脅かす気とか。うわぁ怖いって。怖いね。あれはまさかの威嚇。猫かよ。あ、気づかれてる。それもそうよね。何か話してる。逃げられてはいないようだけど。へい、彼女、ナメドル知ってる？あれ、おいおお、あ、こっちに来る。よかったらそこでナメドリについて語らないかい？いや、呼んできたよ。ごく自然に、かつスマートにね。そう、ごく自然かつスマート。どうもこんにちは。昨晩はありがとうございました。あの、実は今ちょっと追われてまして。追われてる？誰に？あ、多分警察です。なので、ちょっとかくまってもらえませんか？え、警察に？なので、一体何をしでかしたのか話を聞かせてもらおうと思ってね。しでかした、なんてことはないと思うんですけどね。
うん、軽く3人ぐらいのおろく殺しました、へへへ追われるだろそんな。今自宅の前で警察が張り込んでて帰れなくて困ってたんです。一刻も早く保護するとかそんなことを言ってたようですけど、なんだか怖くて。保護する、保護する、あれ哲夫ちゃんの方か。あー、なんかね、お母さんも嫌そうな顔しながら了承して娘に連絡するみたいなことを言ってたような。うん、警察に追われるような心当たりはあるのかい。まあなくもないですよね、呪いを探し集めてるわけですし。あなたに原因があるのなら私たちがかくまう理由がないけど。え、そんな、ひどい。そっちの動きが気持ち悪いお兄さんは、そんなことないですよね。守ってくれますよね。悪いが、僕らも警察とはあまり関わりたくない事情があってね。動きが気持ち悪いって言われてるよ。うん、傷ついたのな、多分。うん。げ、最悪。やましいことがあるなら、お互いに協力し合ってもいいと思うんですけど。うん。あー、オッケーオッケー。じゃあ、よみがえりの秘術について。そういえば、北斎をよみがえらせる計画はうまくいきそうかい。あー、はい、おかげさまでそちらの方はなんとかなりそうです。え、本当に。それは、呪詛玉を奪えそうな貸り主を見つけたということかい。そういうわけじゃないですけど、まあ、私には最終手段があるので。最終手段。最終手段。うん。だから、今捕まるわけにはいかないんですよね。その、最終手段というのは？え、そんな細かいことまで聞くんですか？無関係の人に話しても、意味ないですよね。うん、ならば交換条件でどうだい。かくまう代わりに最終手段を教えてもらえないか。え、どうしてそんなに知りたがるんですか。あ、わかった。さては横取りする気ですね。いや、単なる興味だよ。その言い訳はちょっと無理があると思います。もういいです。私一人で逃げますから。ああ、危なかった。世の中信じられるのは自分だけだってことがよくわかりました。あ。彼女を逃がすとまずい。追いかけよう。マイペースやね、随分。やめてください。それ以上近づいたら大きい声出しますよ。待ってくれ。わかった。無条件で手を貸そう。え？なんでですか急に。そんなの逆に怪しいです。と、必死の説得も虚しく、彼女は言ってしまったわけだから。警戒されちゃった。もう、カイさん、もしかしてあの子苦手だが、もし逃げ場に困った時はシギマ邸に来いと住所を伝えておいたが構わないね。まあ、それは別に構わないけど、うちも警察の身内なのでは。少しでもつながりを残しておければ機会は生まれ得るさ。カイさん、そんなもんかね。そうかね。なんか珍しく失敗してたような気がするけど。そうだね。当のあやめは、よみがえりの秘術、当のあやめは、よみがえりの秘術については、最終手段で何とかなりそうと言っていた。かしり主を探して、呪詛玉を奪うのは諦めたということか。カイさん。ん？それを言うなら、
私にも、あるけど。最終手段。何？ええ。別に奪わなくても。自分の呪詛玉を持っているもの。っていうことよな、多分。うん。東大弁も。ってことか。まあ、私、最初聞いたときあれかと思った。あ、カンキチロの方の儀式の方ね。うん、儀式の方とか、なんだっけ。根島文親がさ、ほら、狙ってたじゃん。哲夫ちゃんの娘をさ。はいはいはい。そう、そういうのがあって、なんか協力するとかになったとかさ。なんかあんのかなみたいな。そこでつながり生まれちゃってみたいなさ。まあ、ないかもしれないけどね。かぁ、文親。違うか、さすがに。まあ、呪詛玉を持ってるって思うのが一番自然よな。私だって、いざとなったら、できる。つまり、彼女も呪詛玉を持っていたが、自分で呪い殺すのが嫌だったから、最古の溜まった呪詛玉を奪おうとしていた。まあ、なんかそんな感じにも見えなかったけどね。であれば、あの言い方も納得いくな。しかも、彼女の住まいはこの近く。呪いを受けているとすれば、津軽の太鼓か。確かにその貸り主は、まだ不明だったが。カイさん。あの子が最終手段に出るということは、私たちのチャンスじゃない？うまく利用しましょうね。承知した。まあここでのイベントはこれで終わりかな。かな？いや、他別にさ、その目的の場所みたいなのができてるわけじゃないから。一旦哲夫ちゃんパートにしてみる？ああ、まあいいんじゃない？あれ間違った。あーやばい、遊びに行っちゃった。